ファンの皆様おはようございます。ただいまから新入固定戦第1レーススタート展示を行います。それでは直前情報です。チルト角度は前提マイナス 0.5 度、前提がマイナス 0.5 度にしています。続いて部品交換です。6号艇の大原がピストンリング1本を交換しています。6番がリング1本を交換です。ボートレース浜名湖のオール女子浜名湖ビューティーアタック、今シリーズの解説はおなじみマッキー牧野俊秀さんです。牧野さんおはようございます。おはようございます。今日最終日もどうぞよろしくお願いします。さて今日はあの今節初めてこうお天気崩れたという感じなんですが、そうですね、やはりあの風はないんですけどもね。そうですね、はい、現在はかなり強く雨が降っているという感じなんですが、さてラストカードでは今シリーズ優勝戦が争われますが、簡単な展望をお願いします。いいメンバーが揃いましたけどもね。そうですね、はい、やはりいいメンバーが揃えばインが有利になると思いますけどね。闘争を図る永井雅美に対して平山が、そして初優勝を狙うセンター勢がというような感じだと思うんですが、はい、あとはこれ今日お天気がガラッと変わりました。そしてかなり湿気も高いかなという感じもするんですが、でもこれ風がありませんからね、はい、やりやすいとは思いますけどもね。その優勝戦をラストカードに今日も合計12の対戦でお楽しみいただきますが、まずオープニング1レースの一般戦の新入固定戦スタート展示です。1番と3番岸と大田が覗いた感じのスリットでした。スリットからそのままですね。スリットから1マークに向かう6選手伸び足は大差なし、分かりました。以上新入固定戦1レーススタート展示、牧野さんの見解でした。続いて1レースの周回展示です。出走メンバーは1号艇岸恵子、2号艇中村照美、3号艇太田雅樹、4号艇宮本典、5号艇木村紗友紀、6号艇大原優子、以上の6名です。では牧野さん、1レースの新入固定戦展開予想をお願いします。そうですね、やはりこの1号艇の騎士ですけどもね、はい、やはりスタートが決まってますからね。そうですね、はい、まあ、あとはスタートに集中して先回りの展開に持ち込んでいきたい、ね、はい、さて、まあ、その騎士のインを誰がどのようにこう切り崩しにかかるかなんですが、やはり1番手は3号艇でしょうね、まあ、太田雅美がこうセンターから攻め手になりそうな一戦、ね、はい、まあ、あと他のメンバーこれきっちりスタートいって展開をつきたいところだと思うんですが、ですからこの3号艇が、ね、1コーナー攻めてくれればね、他の選手もチャンスが出てきますけどね、まあ、太田の出方が一つ鍵を握る、分かりました。以上第1レースの新入固定戦、牧野さんの見解でした。